で、私が伝授したいメニューは鶏小コロッケでございます。これはですね、私の実家焼き鳥屋を営んでまして、そのお店の名前が鶏小という名前でした。で、そのお店で出していた名物のコロッケですね、私の父親笠原健の作ったですね、私が今食べてもですね、これは美味しいなと思う名レシピだと思いますんでね、これはですね、ぜひこう引き継いでいきたい味ということで、今日皆さんにお教えしたいと思います。笠原さんがお父さんから受け継ぎ、現在もお店で出すこともあるという鶏小コロッケ、今回特別にその作り方を大公開。まずですね、皆さんコロッケといえばですね、大きく分けるとポテト派、クリーム派、これ大体分かりますね。うちの父親笠原健が考えた鶏小コロッケはですね、ポテトコロッケ、クリームコロッケ、この両方のいいとこ取りなんですね。すごいいいコロッケだと思います。今回は当時と同じ材料、分量で作ります。まずじゃがいもを水から塩ゆでにし、熱いうちに潰しておきます。ではね、このね、ひき肉と玉ねぎ炒めていきます。ひき肉は鶏小コロッケですから、鶏のひき肉でございますね。ここ豚のひき肉使ってしまうとですね、豚小コロッケになってしまうんで、ここだけ気をつけてほしいですね。ひき肉で玉ねぎですね、みじん切り、かなりたっぷり玉ねぎも入ります。で、これ炒めていきますけれども、もう最初にね、塩コショウしちゃいますね。パラパラパラ、塩でコショウで、これ最初に塩コショウしといた方が玉ねぎからですね、こう水が出てきますんで、旨味を引き出すことができます。あとはこの中火でじっくり炒めていきますね。でね、今日ね、これ皆さん多分見てる方ね、笠原ちょっと玉ねぎの量多すぎんじゃないかって思ってると思うんですけど、これね、今回はちょっと多めです。皆さんね、お家で再現するときはこの半量でちょうどいいと思いますね。そして美味しくするポイント、余分な油は拭き取ってすっきりさせます。では続いて、クリームコロッケ派の皆さん、お待たせいたしました。ベシャメルソースを練るとこいきたいと思いますね。まずフライパンにこれバターです。ゴロッとで火にかけて溶かしていきますね。ここで焦がさないように気をつけてくださいね。このベシャメルソースもですね、市販品のね、缶詰とかありますけれども、やはりね、こう自分でバターと小麦粉を練って作るとね、美味しいです。私の父笠原健もよくこんなのやってたなと思いますもんね。偉いなと思いますね。はい、ではバターが溶けたら薄力粉を加えます。で、これを炒めていきますね。で、このベシャメルはね、皆さん多分見てて、笠原これ面倒くさそうだなとね、思ってるかもしれないですけども、これ覚えるとクリームシチュー作ったりグラタン作ったりとかね、いろいろ使えますからね、覚えといて損はないと思います。はい、こんな感じでね、滑らかにこの粉々感がなくなったところに牛乳を今度は少しずつ加えていきますね。これ一気に入れちゃダメですよ皆さん、ちょっとずつ入れないとダマダマになっちゃいますからね。少し入れる、そしたら混ぜる、しばらくはこれの繰り返しです。牛乳を少しずつ加えながら滑らかになるまでしっかり混ぜましょう。こんな感じですね皆さん、ちょっと滑らかなお餅みたいな感じね。ここまで練り上げたらベシャメルの完成です。さあ皆さん、ここでやっとですね、ポテコロ派、クリームコロッケ派、合体する瞬間がやってまいりました。じゃあまずベシャメルソースですね。そしてそこに潰しておいたじゃがいもいきます。そしてひき肉と玉ねぎ、これも入れます。あとはもう全体をまんべんなく混ぜ合わせます。でもね、多分ね、この親父の修行した時代っていうのが昭和30年代後半から40年あたりっていうのは、なんか和食にこういうのを使うのがちょっと流行ってた時期だと思うね。それが最先端みたいな。はい、まあ、こんな感じでもうまんべんなくね、全体が混ぜ合わされば生地が完成です。しっかり混ぜたら塩黒胡椒で味を整え冷ました。もう衣はもうよくあるコロッケと同じです。薄力粉、溶き卵、パン粉とつける感じですね。で、形もね、もう皆さん自由でいいですよ。まあ、星とかハートは難しいからやめた方がいいですね。最近ね、どうしても皆さんインスタ映えを狙ってそういうの作りますけれどもね、絶対崩れますんでね。このね、パン粉に行くまでの段階ではね、皆さんそこまで形をきれいにしなくて大丈夫ですからね。最後パン粉をつけるときに最終的な仕上げの形にすればいいと思いますんで、ここまではアバウトで大丈夫です。じゃあ最後パン粉つけますね。この段階で形を整えてあげましょう。
鶏塩コロッケですね。ちょっとこう丸い潰れた感じのね、こんな感じでした。でちょっとね、中央を少しくぼませてあげると火の通り均一になりますんでね。そしたらこれ揚げていきたいと思います。で入れてね、すぐにいじらないことです。そうするとね、衣が剥がれる原因になりますので、それが一番揚げ物を美味しく揚げるコツでございます。揚げ時間は170度で 3、4分。美味しそうなきつね色が目安です。盛り付けも忠実に当時を再現したいと思いますんでね。まずキャベツの千切りでしたね。そしてトマトが必ずついてました。で当時はですね、確か1人前2個で600円だったと思います。ではこちらで鶏塩コロッケ完成でございます。でこのまま食べて美味しいんですが、ご飯のおかずにするときは好みでソースたっぷりかけてください。よろしくお願いします。お父さんの営んでいた焼き鳥店、鶏塩の人気コロッケ、息子の笠原シェフに受け継がれた味は、これからも伝えていきたい一皿になりました。いい料理とは何年経っても変わらない美味しさがある。これが私の思っているいい料理の条件だと思います。ある時ですね、急に思い出して、あれうまかったな、今思えばあれ贅沢なもの食べてたなと、なんかそんな風に思うのがいい料理なんじゃないかなと。うちの父親の料理はね、今思い出してもそんな料理がたくさんありました。